じゃあ皆さん、ちょっと一足先に失礼です。メガネ屋さん行きますかね。あ、そうですね、あ、そうか、連絡とかどう、いや、分かります？ネットで出てるでしょ。誠メガネで出てきます。そう、銀座か新宿のお店に、見て。あ、そうですか。まあ、行くとき連絡します。あ、そうですね、言ってくださいメガネをちょっと作りたいんでね。あ、ぜひ、全然大丈夫なんで。よっしゃ、かっけえ車だな、警察。かっこいい、パラチェンルエ。どうも、ラサからチェンルーは国際線で、こっからパスポートを使って、国際線に入るみたいですね。今のところまだ2時間時間があるんで、ちゃんと荷物を取ってちゃんとチェックインすれば、あとは東京です。今はチェンドゥです。生徒どこだ、ターミナル1。あ、地下ターミナル1。走りまして今チェンドゥの国際空港です。もう東京行きのはず。これで自分、今までもう結構飛行機乗り過ごしてるんでですね、結構最近はもうめっちゃダッシュしてます、はい、これで帰れればいいんですけど、今日の夜までにチェックインするまでがちょっと油断ならないです。この少なさは数名しかいない東京行き、すごい。この中、機内に数人しか乗っていない。どうだこれ、チョンドゥ成田便配信なんないけりゃいいんですけどね。すごい。